皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は、大戦力、鋼鉄の旋風日本軍プレイリベンジ、続きをプレイしていきたいと思います。前回は一番最初のステージ、モモンハン前哨戦、ここをしっかり攻略することができました。まあ当然ですね、前回失敗してしまった、特にユニットを育てるっていうところですね。でそこに重点を置いて攻略を行ったので、まあ今回プレイしていく次のステージ、ここもしっかりユニットを育てながらですね、アメリカ本土決戦、これを見据えて戦っていきたいと思います。では今回のステージですね、再びソ連軍伴ってモンゴル軍がやってきたよというところなので、これを撃退していく戦いになります。よって前回はモンゴル軍だけだった攻略目標なんですけども、今回はそのモンゴルとソ連と2つということになります。勝利条件確認しましょう。20単以内の2つの敵司令部。これは今お話ししたモンゴルとソ連。これをね、撃破していくという内容になっています。では、時間を進めていきましょう。ゲームスタートです。まず味方の中央司令部ですが、ここにあります。ここから下に下っていくと、まずはモンゴル軍の司令部がここにあります。で、ここから左に行くとですね、ソ連軍の司令部があるという状況です。モンゴル軍よりもやっぱりソ連軍の方が強力な相手になります。はい。では部隊展開しました。まずはですね、97式の重爆撃機。これを、2ユニット用意してあります。それに対空砲。これもね、レベルアップ、ユニットアップしていきたいところですね。それに 150mm の野砲と 105mm の野砲が、2つ。歩兵としてはここに1ユニット配置してあるという状態です。まず最初に行う作戦なんですけども、ソ連軍がですね、まあそのハルハ川を渡船ですかね、渡ってくるのを防ぐために、ここの橋、これを爆撃機で破壊していこうというところからやっていきたいと思います。では爆撃していきます。ここ橋ですね。この橋に対して爆撃を行って、ソ連軍が川を渡ってくるのを阻止するというところですね。まあ実際に破壊したその橋だったり、まあ、あるいは建造物なんかに関しては、補給車を入れればですね、そこで工事を行って回復させることができるんですけども、まあ、時間稼ぎには、まあ、やはり有効な手段の一つかなと思います。これで、橋を破壊。ソ連軍が渡海してくるのを、阻止する。まあ、そういう作戦の第一段階ですね。こんな感じです。で、もう一つ出している重爆撃機なんですけど、武装を爆撃仕様ではなくて、まあ普通のね、爆弾を持った状態に変更しておきます。で、このまま南下しましょう。ここにある飛行場、満州軍が破壊する傾向にあるので、まあちょっとあんまり歓迎すべきところではないんですけども、まあ認識だけはしておきたいと思います。では、攻撃開始していきましょう。ではですね、今回の作戦なんですけども、実は前回このステージは攻略ができなかったステージなので、何としても今回攻略したいので、まずはソ連軍の中央司令部、ここに対して奇襲攻撃を行っていきたいと思います。具体的な内容なんですが、爆撃機によるこの中央司令部の強襲爆撃ですね、これをちょっと狙っていきたいと思いますので、飛行機飛ばしていきましょう。爆撃機による、本当にね、かつてない、一撃離脱砲というところをちょっと狙っていきます。さて、歩兵ですがアップデートできますね。自動車回避を、まあ、アップデートしておきましょう。まあ、この絵でももちろんいいんですけどね。どこまで、この奇襲攻撃で中央司令部早く削れるかっていうのも重要なポイントになってくるので、まあ時間をできるだけかけずにですね、この中央司令部、ソ連軍、強襲を完了させたいですよね。現在の前線の攻防なんですけども、この空港、まあ飛行場ですね、ここを巡る攻防が始まってます。ここの飛行場が取れればですね、モンゴル軍の中央司令部、まあもちろんソ連軍の中央司令部にも近いところに拠点
航空機の拠点が確保できるので、ここどうしても確保したいですよね。なのでここに向けて部隊前進させてます。では奇襲攻撃うまくはまりそうなので、ここでこのソ連軍の中央司令部破壊しましょう。ドンと。だいぶ数減りましたね。あとは残っているモンゴル軍、これをしっかり排除してですね、経験値を貯めて、このステージ完全勝利目指していきましょう。はい、敵の中央司令部攻略完了してます。大勝利の条件満たしていますね。まあ、本当にここは前回大勝利取れなかったところなので、大勝利取れてよかったですね。まあ、もうちょっとそのアップグレード幅っていうものを取りたかったのかなというのはあるんですけども、まあ、あの大勝利取れたので御の字かなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またね、アメリカ本土攻撃、これをうまくクリアするためのステップアップ続けていきたいと思います。